いやー中3日はきついって、中3日はきついって、中3日はきついって。ショウスケチャンネル、皆さんボアナジー、どうもショウスケチャンネルです。ということで、さあ今回もやってまいりました。試合前日恒例 FC 東京の試合スタメン予想してみたのお時間でございます。ということで、前節なんだあのゲームはおいオマリーどうなってんだ。本当にもう本当、まあ去年と同じようにね、最後のところで踏ん張りが効かなかった、まあそういう部分ではまあちょっと高い自給を払ってしまったのかなっていうのはありますけども、まあ、ここからね、本当、また一つ、まあ、切り替えていければ、まあ、チームの悪いところが出たと思えば、いい、ね、授業だと思うんで、ここからね、また勝利に向けて頑張っていければいいなというふうに思いましたわけで、今回の対戦相手がこちら、バンということで、今週のゲーム、8月23日日曜日、19時キックオフ、明治安田生命 J1 リーグ第12節。対湘南ベルマーレ戦は我らがホーム味の素スタジアムで行われます。なおこの日は大谷運送デーとなっておりますということで、さあ今年もやってまいりました大谷運送デーでございますけども、その前にやっぱりね、まあうちとしても今シーズン、まあ主軸が抜けたりとかしてうまくこう軌道に乗れない FC 東京、そしてまあ開幕戦ね、今シーズン開幕戦浦和といいゲームを繰り広げながらも、まあちょっとね、なかなか波に乗りない湘南ベルマーレということで、まあお互いちょっと今シーズンね、波に乗れたり乗れなかったりっていう、まあクラブ同士の対戦となりますけども、まあまずね、本当まあ注目していきたい部分もあるんですけど、まあまずまあ多分これ勝った方がちょっと波に乗っていけるのかなというふうに思ったりするんでね。で、やっぱり我々としては去年ね、ちょっとガス欠してる中で、迎えたベルマーレ戦の悔しい過去があるんでね、それまず払拭していきたいと思います。というわけで今回の予想スタメンがこちら。さあということで今節湘南ベルマーレ戦の予想スタメンがこちら。まあ大きく変更はないです。まあゴールキーパー畑田選手から今節は林選手に変わるかなと、まあ、それぐらいですね。あとはまあ大きくメンバーは変わらないと予想しております。でまあ前節ね、阿部修斗選手もまあやっとゴールを決めれたなって感じもしましたし、で中村穂高選手も悪くはなかった。まあちょっとやっぱりね、そのバランスとかまあそういう部分でやっぱり、うん、まだ修正点はあるのかなと思いましたけども、まあ前節ね、悪くないなと思いましたし、でまあちょっとね、まあこのチームの課題としてはまあ3バック敷いた時の守備の見方、守備のそのまあ、立て直しの仕方とかそういう部分がやっぱり課題になってくるのかなと思いましたし、やっぱり高木選手もねフルで出るとやっぱり疲れてくると思うんで、このアンカーの位置、この高木選手の位置のこう変わりっていうのを早くね、獲得補強できればより変わってくるのかなと思います。うん、まあちょっといろいろね、今週ニュースは広島戦の後いろいろニュースが出てました。ね、ツイッターとかでも飛んでましたけども、まあ、実際ね、本当まあ、来てくれたら来てくれたで、本当非常にね、ありがたい選手だなと思ってるんで、本当まあ、早く続報をね、待ちたいなというふうに思います。さあ、それではここからですね、両チームの注目選手と、要注意選手見ていきたいと思いますが、まず、FC 東京の注目選手が、こちら！フォワード背番号9番、ディエゴ・オリベイラ選手ということで、もうディエゴにはもう今節もね本当期待しちゃうし、今節やっぱり、ね、すごいね、縦によく走っていて、まあ、守備にも走る、攻撃にも走る、本当もうね、まあ、交代力5枚ということで、まあ、そういう部分でやっぱりそのプレーの、まあ、プレーに関してね、いい感じで、できてるのかなというふうに思いますし、まあ、ただね、そのまあ5人交代枠ある中で、ある程度、永井選手もそうなんですけど、ある程度、自分の中でこう、やりきれてる、やりきることができてるっていうのもね、あると思うんですけど、やっぱりディエゴ前線に立つとすっごい怖いし、うん、あとやっぱりこう、後ろがやっぱりね、ちょっと不安定っていうのもあるんで、まあ、ディエゴ、その分でもやっぱりこう、守備に走んなきゃいけないのかなと思ったりもするんですけど、後ろがね、
落ち着いてくればまたディエゴも結構前線で働くこともできると思うんで、でディエゴが前線で働いてる時にこのレアンドロとか長屋の動き出しで2列目アベシューとアルトゥールも面白くなってくると思うんで、まあそういうところをね、まあ期待していきたいなというふうに思います。そして、湘南ベルマーレのファンサポーターの皆さん大変長らくお待たせいたしました。いやーベルマーレね、誰にしようか迷ったんだよ。要注意選手。やっぱりね、この人だったね。湘南ベルマーレの要注意選手がこちら。はい。フォワード13番、石原直樹選手ということで、まあ得点の匂いのするところに石原ありということで、まあこれ浦和の頃もそう、ベガルナの時もそうなんですけども、本当得点の代わりがするところに絶対石原直樹っているんですよね。で、まあセットプレー合わせてもよし、で流れから合わせてもよし、本当合わせるっていう部分には本当特化してる選手だと思うんで、本当ね、石原選手怖いなと思ってます。また浦和レッズの頃もそうでしたけど、やっぱりねこの人やっぱり怖いんですよ、石原選手っていうのは。でただ怖いんですけど、もうフォワードとして、まあ、自分もフォワードなんで、見て言えるんですけど、やっぱりこう備わってて欲しいものが全部備わってる、本当羨ましい限りですよね。やっぱり年も僕の上なんで、そういうのも考えるとね、あと何年できるのかなっていうのが心配もありますけど、できる限りね長くね現役をやってほしいなというふうに思います。さあということで今週のゲームのおさらい、バン、8月23日日曜日19時キックオフ、明治安田生命 J1 リーグ第12節湘南ベルマーレ戦は我らがホーム味の素スタジアムで行われます。なおこの日は大谷運送デーとなっておりますということで、今これ大谷運送デーね、何がもらえるかっていう服だったりレジャーシートだったりね、結構お子さんとかね、いる人はありがたいわ。もう本当にもう子供のこの遠足の時のこのレジャーシートなかなか悩むのよ、困るのよ、もう本当にって人もね、レジャーシートを持っていけば FC 東京サポーター素晴らしいとね、ふうになるわけですけど、本当に毎年ね大谷運送デーってあるわけでございますけども、本当にね大谷社長には感謝でございます。本当にね、はい、いつも本当ありがとうございます。本当にね、いやー確か数年前かな、鹿島の駅かなんかでお見かけしまして、本当にね笑顔も素敵でかっこいいね社長さんなんで、ぜひ皆さんね、どんな社長なんだろうと思うかもしれませんが、すっごいいい人ですからね、はい、よろしくお願いしますということで、まあ本当にね今シーズンまだまだ12節ですよ、まだまだ先ありますから、本当、短期決戦が続く中で選手のスタミナ、もちろん体力という部分もあります、すごい厳しくなってくると思うんですけどね、その中で、今出てるね、報道でもありましたけども、何人かね、声はかかってるみたいですけど、何人かっていうか今、ツイッターで上がってるの約1名名前上がってますけども、本当帰ってきてくれたら嬉しいなと思います。やっぱり彼は東京にいなきゃダメだと思うんだ俺は、ね、本当俺の中で王子様って呼んでるからね彼のことをね、本当は帰ってきてくれたらすごく嬉しいなと思います。そしてね、この湘南戦の前に、ね、出たニュースとして鹿島アントラーズの、ね、内田篤人選手が今シーズン限りで、現役引退を、ね、発表して、今シーズン、ね、現役引退ということで、ガンバ戦が、ね、確か最後になるのかな、本当、内田選手と同い年でもあるんで、本当こう同い年の選手が引退していくって聞くとすごく、ね、やっぱりね辛いですよね心として。ただけど、シャルケでやってきたね、でこう鹿島に戻ってきて、若い選手が教えてきたものっていうのはねやっぱりあると思うし、本当にね、内田篤人っていう素晴らしい選手と同い年であるっていうことに、ね、本当僕はもう誇りに思いたいし自慢に思いたいと思いますね。本当我々 FC 東京でも、内田選手と同い年、
林選手もそう、森重選手もそうだし、あとダマさんもそうなのかな、確かダマさんも同い年かな。で、まあ、他のクラブ見てもやっぱり牧野、浦和の牧野選手とか、ね、名古屋の太田光介選手、まあ、丸山選手とか、今度同い年の選手が、まあ、活躍している中で、もちろん J2 でもね、あの千葉であの吉田選手頑張ってたりするんですけど、やっぱりね、あのこう同い年の選手が一人もやっぱり引退していくってなると、やっぱりこう見ているファンとしても、いやもう寂しくなるなっていう、ただその一言ですよね。だから本当にね、内田選手本当にお疲れ様でした。まあ同い年ってことでね、まあ言わせてもらえば、まあ今後に第二の人生、まあゆっくりね過ごしながら、まあ、まず膝直してね、まあ本当しゃれけど頑張りすぎからしゃれけど頑張りすぎたからね、あとはね、そう、シャラケの時無理して膝無理して試合出なければまだできてたのかなと思った時もすごいタラレバだからね、本当に内田選手お疲れ様でございました。てなわけで、私ショスケ Twitter、Instagram、TikTok とね、他にもいろいろやっておりますんでね、で僕らのチャンネルの概要欄に全部ありますんでね、ぜひ皆さん、フォローとねチャンネル登録よろしくお願いいたします。というわけで、ショスケさん、石原直樹選手要注意ですか。もう石原直樹うまいよね、本当うまいよねと思った方高評価、そして年内ね300人、チャンネル登録目標でやっておりますんでね、チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。というわけで、翔介でございました。では皆さんね、日曜日アジサ行かれるから、まあ、僕も行きますんでね、もしお見かけした際はお声かけいただけると非常に嬉しいです。皆さんよろしくお願いします。それではまた、あてまーす。皆さんご視聴ありがとうございました。別チャンネルは右側の枠をポチッ。 Twitter などの各種 SNS はチャンネルの概要欄へゴー。皆さんチャンネル登録とフォローよろしくお願いします。